はい、こんにちは、こんばんは。ですね、今までずっとミシュランのパワー GP をね、使ってきたんですけども、今年の4月から、2.0からね、3.0のエボに乗り換えたんですけど、もう全然タイム上がんないんですよ。なので、もうこの際ですね、もう今年最後っていうことで、とうとうですね、まあ、タイヤボーマーも導入したことですし、禁断のスーパーコロサ SC をですね、履いてみようと思ったわけです。まあ、この時期なんで、まあ、いろいろね、SC1、SC2 ってまあ種類があって、どれにしようかなと思ったんですけど、フロントに関してはもう、まあ、あれですよね。SC1 ってのは、コーナリング中の、接地感がよりあるタイプ。それで SC2 に関しては、まあ、ちょっとフロントタイヤの剛性が高くて、まあ、突っ込み重視の人が使うみたいなので、まあ、僕は当然ね、フロントは SC1 にしました。リアタイヤに関しては、SC1 の方がまあソフトで、SC2 の方がミディアムっていうような捉え方なんですけど、なんか、ピレリのホームページ見ると、SC2 の方がまあより低温向けっていうか、路面が低い時、温度が低い時にまあ使うような感じの設定だったので、まあ、ここはね、もう12月なんで迷わず SC2 にしました。まあ、当然ね、私タイヤは手組み派なので、通販で安く買ってですね、まあ、自分で組んでみたんですけど、今のところ Amazon が一番安かったですね。それで本来、まあ2055ってのが標準のサイズなんですけど、200とね、190で、リアタイヤ、1万円差があるんですよ。もう、195でいいかなと、お試しならと思いまして、今回は195を買ってみました。そして、まあ、届いたタイヤなんですけど、フロントタイヤはね、比較的、22年の35周ですから、まあまあ新しいですよね、お値段の割にはね。ラッキーと思いましたけれども、肝心の、まあ、リアタイヤに関しては、21年23周。ちょっと古いですよね。もう、要は、1年以上前の製造年月日ですから、ちょっと悲しみです。まあ、そんなこんなで、まあ、届いたので、早速ね、部屋の中で、夜、手組みしてみたんですけど、もう、リアタイヤはもう、過去最高なぐらい柔らかかったですね。もう、本当に手組みで、これ、レバーいらないんじゃないかっていうぐらい、スポンスポンと入りましたね。で、フロントタイヤは逆に、めちゃめちゃ剛性があって、こう、上からグッグッと押しても、全然潰れないんですよね。で、ちょっと苦労するかな、組み付けるのと思ったんですけど、まあ、ビートっていうんですか、耳の部分はね、結構フロントタイヤも、硬いなりに柔らかかったんで、まあ、そこそこね、スコンスコンと入りましたけどね。で、驚いたのは、まあ、これさすがにコンプレッサーないとビート上げれないかなと思ったんですけど、ワックスいっぱい塗ってね、普通の、要は家庭用っていうか、空気入れる、しょぼいコンプレッサーっていうか、ね、エアポンプで、ポンポンと2本ともね、上がっちゃいました。すごいラッキーでしたね。で、まあ、バランスも取ってみたんですけど、スーパーコロスはタイヤの一番軽い K 点っていうんですか、K 点マークがないんで、適当な位置で、まあ、組んでみたんですけど、やっぱりリアはね、まあ、50g ぐらい上と張りましたね。フロントは、本当にバランスよく収まって15g ぐらいで済みましたんで、まあまあまあね、こんなもんなんじゃないかなっていうとこですかね。さすがに250キロ以上出すんで、まあちょっとバランスブレるとこ怖いんで、ここはしっかりね、取りました。12月10日の、茂木のゲートですね。おはようございま朝す。5時ですか。まあ、当然朝っていうか、まあ、まだ夜ですよね。なんでこんな早く来たかっていうとですね、今履いてるパワー GP から、組み替えたね、スーパーコルサにピットで履き替えるためですね。さすがにこの時間ですから、もうピットを選びたい放題ね。当然ですよね。日が昇ってないので、
多分今の気温ね、0度かマイナス1度ぐらいなんですよ。めちゃめちゃ寒かったですよ。さすがに寒かった。私のトランプアクティ版はですね、先輩に5万で譲ってもらった車なんですが、この時期ね、車って本当にありがたいですよね。いや、サーキット以前はね、自走で来てたんですけど、この時期絶対自走なんかでサーキット来たくないですもん。ありがたいです。いやね、トランポに慣れちゃうとね、まあ、当然タイヤウォーマーだったりとかね、何ですか、快適に過ごすための椅子とかね、まあ、いろんな工具箱とかいろんなものをどんどん入れたくなるわけですよ。ね、でだんだんスペースがなくなってきて、今度ね発電機欲しいなって思ってるんですよね。置くとこないですよね。乗せるときはそんなに緊張を、ね、最近は慣れてきてしないんですけど、やっぱりね下ろすときは怖い、毎回怖いです。じゃあ早速ねギアタイヤを外していきますよ。スーパーデュークのリアタイヤセンターロック式なんですけど、ナットのサイズが 60mm で、締め付けトルクが 250N っていうね、バカみたいなねトルクで締まってるんですよ。まあでもその締め付けトルクでしんどいところだけクリアすれば、本当にねもうサイレンサー外したらタイヤがスポンと外れるので、まあ肩持ちは好きですね。整備性がいい。あと肩持ちのリアスタンドはすごい上げやすいんですよね。こうフックが外れることがないから毎回良いですよね。昔はやぶさの時にね思いっきり倒したことがありましたですね。ちょっとトラウマなんですよね、スタンド上げるのは。当然ね、ここもしっかりトルク管理ってことで、これマックス300ニュートンまで測れる、なかなか目にすることのないトルクレンチです。今日は走る前にあれですよね、もう皮むきですかね、ブレーキクリーナーで皮むきと。正直今のタイヤってこれで十分なんじゃないかなって僕は思ってます、ね、走って皮むき必要なんか全くないですよね。というわけでね、中古で買った 1.0 の黒ホイールにスーパーコルサ SC を履き終えてね、入れ替えたわけですけど、こうやって見るとまあオレンジホイールもかっこいいですけど、
やっぱこうサーキットとか走るんだったら黒ホイールかっこいいですね、足元が締まってね。僕はどっちかっていうとオレンジと黒だったら、このボディカラーだったら黒がいいな、かっこいい。外したホイールね、オレンジホイールは今パワー GP がついてますけど、まあパワー GP を街中で使って、まあ減ったらですね、もう本当に何だろう、転がしタイヤ的なイメージで、今度はあれですね、オレンジの方には、例えばロード5とかね、あの辺のこう転がし系の雨に強そうなツーリングタイヤにしようと思ってます。もうね、公道でね、飛ばす気さらさらないんで、ね、本当にまったりツーリングできればいいかなって思ってるぐらいなんで、そうしようかと思ってます。まあ、話戻るんですけどね、スーパーコルサー、まあ、にしようと思ったのが、まあ、タイヤウォーマー買ったからなんですよね。この時期にもうウォーマーなくて、この SC なんてもう履こうなんて全然思わないですね。ウォーマーなくて SC 履いたら本当にマジ自殺行為だと思います。で、ウォーマーかけると本当にめちゃめちゃ、もうめちゃめちゃって言い方おかしいですけど、パワー GP の、温まった時のこう指でね、キュッキュッとこうゴムを押した時の感じが2倍ぐらい柔らかいんですよ、スーパーゴルフさんって。全然違いますね。その代わり、その寒いウォーマーかける前ってプラスチックみたいにカッチンカッチンなんですよ。だから本当にこれ温めないと怖いんだろうなーっていうのが第一印象ですね。それで走り始めたら、まあ、思ってたよりも、もう、おお、鬼グリップだってのは正直あんまりなかったですけども、何せ乗りやすいですね。どうだろうな、前に履いてたミシュランのパワーカップ2、あれと、まあ、グリップレベルはね、まあ、僕のレベルだともうその全部上まで使い切るようなね、テクニック持ち合わせてないので、そのグリップ内での話なんですけど、乗ってる感じの安心感とかは、そんなに変わんないのかなっていうのは第一印象でしたね。で、あと、フロントタイヤが本当とにかく柔らかいですね。200超えてからガーンってブレーキかけると、タイヤがよれるっていうか、こうねじれてるのが分かりますもんね。ウニ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 ってこうフロントタイヤがちょっと揺れるんですよ、左右に。わあ、これ柔らかいなと思って、それで、まあ、2本目はね、空気圧をフロント2.4にしてみたんですけど、音感で。で、リアは音感で1.8ぐらいですか。そのぐらいが走りやすかったですけどね。でも、なんだろうな、やっぱりほら、絶対グリップっていうか、ピークのグリップよりも、倒し込みの安心感とか、まあ、そういったものが、タイヤってめちゃめちゃね、限界で走ってるわけじゃないんで、こう、速く走れるか走れないかって、やっぱりメンタル部分ってすごく大きいと思うんですよ。こう、安心感があるなしでは、全然楽しさが違うし、そういった意味では、やっぱり、乗りやすいしね、よく曲がると思います。だからまあ、そうですね、もうサーキットだったら、もうスーパーコルサー一択でいいのかなって思っちゃいましたね、このタイヤ履いたら。まあ、今日が12月の10日ですか。そして、前回ね、パワー GP で走ったのが11月14日、ちょうど1ヶ月前なんですけど、正直、まあ、タイヤだけじゃないんですけど、まあ、突き出し量をね、ちょっと、まあ、突き戻す方向にしたりとか、あと、まあ、引っ張る回転数を8000から、まあ、9000に変えたりとかね、あと、トラコンの、レベルを9から、まあ、3にしたりとか、まあ、そういった細かいことはやってるんですけど、正直、そのスーパーコルサとパワー GP で、
今回ね、もう驚愕の、前回に比べて10秒以上、タイムが上がりました。恐ろしいです。まさに、金でタイムを買うタイヤ。ね、間違いないと思います。全然違ったんですよ。ね、もうパワー GP には戻れない感じですかね。それで、まあ30分30分で、1時間走ったスーパーコルサのリアタイヤの感じですよね。まあ、溶け方は結構綺麗なんじゃないかなって思いますよ。まあ夏になったら分かんないですけどね。なんかリアタイヤは4時間ぐらい持つらしいですね。まあ、だから、モテギで言うと、まあ、8本。まあ、8本走れるかなと。で、まあ、8本走ったら、もう、ダメよっていう感じの耐えらしいですよね。まあ、でも、8本走れたら、十分かな、これだけ楽しめたら。フロントタイヤも、まあ、結構綺麗な減り方してますよね、溶け方というか。まあ、全然私ごときでは使いこなせてないんですけど、綺麗だと思います。で、なんかフロントはリアに比べたら倍は持つらしいんで、ってことは、16本も走れちゃうってこと？まあ、全然いいですよね、じゃあね。まあ、ということでですね、もう20分を超えるような動画、久しぶりに作ってしまいました。ですね、もしここまで見ていただいてですね、まあいいかなと思ったらですね、チャンネル登録お願いいたします。弱小底辺 YouTuber なので、もう一人登録者が増えると本当に嬉しいです。ではすいません、またの動画よろしくお願いいたします。ではでは。